はい、よろしくお願いいたします。聞こえてますでしょうか。こんにちは。今ご紹介に預かりましたタレント株式会社の、カントリーマネージャーの角田でございます。本日はですね、デジタルトランスフォーメーション戦略を成功させるためのデータ基盤構築の手順と、世界最大手のですね、電力企業であるユニパー社の例を、ベースに具体的なステップをご紹介したいと思います。最初にですね、こちらの絵はデータがですね、今非常に増えていっている、皆さんご存知だと思うんですけれども、ポイントはですね、今のデータ量の増え方、データ種類の増え方というのは、我々、人類のですね、英知をはるかに、上回っているとで、活用できていないという状況になります。これによってデータカオスになっているというところですね。はい。データがカオスになってしまっている企業はですね、データガバナンスも一般的には導入ができていないかなと考えています。ビジネスデータのガバナンスができていないことで発生する企業のリスクというのがこのような形ですね。ビジネスチャンスを損失する。マーケットシェアが縮小する。株価が下落してしまうと。これは一般的なマーケットのトレンドのご紹介になります。はい、それではですね、弊社のグローバル企業のデジタルトランスフォーメーションの成功事例についてご紹介したいと思います。こちらにですね、一番左側にユニパーという企業、こちらがガバナンスと分析を目的にデジタルトランスフォーメーションしました。左から2つ目のアコーというのは、これはグローバル最大手のホテルチェーンですね。こちらはデータ保護を目的にデジタルトランスフォーメーションを導入しました。で左から3つ目のドミノピザ、こちらは俊敏性、マーケットに対するレスポンスの速さを向上させるためにデジタルトランスフォーメーションを導入しました。一番右手のアストラゼネカ社はデータ活用を開放するため、社外含めてですね、データの活用を促進するためにデジタルトランスフォーメーションを導入いたしました。これらの企業4つをですね、簡単にどんなことをしてどんな結果が得たのかといったところを簡単に紹介していきたいと思います。1つ目、ユニパーですね。ユニパーはですね、世界最大手の電力供給をするイギリスの企業でして、ガス発電、水力発電、電子力発電、化石発電などで電力を供給しています。彼らはデジタルトランスフォーメーションを実現することで、80% 以上のデータ統合コストの削減と、データ統合時間の短縮、それからデータの収益化、データの収益化を6ヶ月の短い期間で実現したという結果になっています。具体的にどうしたか、それは後ほどご紹介したいと思います。アコーはですね、こちら世界110カ国でビジネス展開する5000件以上のホテルを運営する世界で6番目のフランスの企業になります。彼らはデジタルトランスフォーメーションによって一般顧客の個人情報を保護するための GDPR に準拠したデータガバナンスの基盤を構築しました。さらには5000万人の顧客情報を単一のマスターデータに統合しまして、1日約300ギガバイトのデータ管理が可能となりました。顧客満足度はですね、エリートカスタマーにおいて 12% 向上しまして、顧客情報の取得には今まで30日かかっていたものを5日間に短縮しました。ドミノピザはですね、皆さん一度は口にされたこともあるんじゃないかと思うんですが、宅配ピザランキングでは日本一の企業になっています。ピザ会社がデジタルリーダーになれるとは思っていないかもしれないんですけれども、彼らはデジタルトランスフォーメーションによって非常に大きな収益を上げました。彼らは競合がひしめくこのレッドオーシャンなマーケットでデジタルディスラプションを起こす新興系企業ですとか、業界のそのプレッシャーというのを逆にビジネスチャンスと捉えてですね、デジタル改革に取り組み、収益、株価、顧客満足度すべてで、を上げました。例えばなんですけれども、電話注文を受けてから配達するよりも、オンラインで注文を受けて配達する方が、全体のコストが4分の1になるというデータをもとに、彼らはデジタルチャンネルを拡大するという戦略に出まして、結果的に若年消費者ですとか、多忙なビジネス層というのを取り込んでビジネスを大きく改善することができました。これら膨大なデータというのは、データ基盤を介してさらなるレコメンデーション、プロモーションを提供することで、デジタルトランスフォーメーションを成功に導いております。最後がアストラゼネカです。世界で第5位の製薬企業になります。アストラゼネカはこれまでシステム全部ですね、基本的には全部、オンプレミスで運用しておりまして、すべてのデータ資産とデータ統合基盤をクラウド化しようというプロジェクトを立てました。企業運営をですね、すべてデジタル化する、社内の社員の動き、あらゆるデータ、すべてデジタル化するということで、企業文化の改革とイノベーションの加速というのを目指しました。その中にはデータガバナンスによるデータ保護も含まれております。彼らはタレントを利用してこれを実現しているんですけれども、結果として 90% のデータは3分以内に分析可能になるようにしました。イノベーションの計画サイクルというのは15日から3時間に短縮しまして、臨床試験の年間コストにおいては10億ドルのコスト削減を達成しています。デジタルトランスフォーメーションで得られる利益というのは、どの企業様も最初の目的は違っても、最終的に得られる利益というのはかなり似通ってきます。で、デジタルトランスフォーメーションをすることで得られる利益というのは、多くはこの3つになります。収益増、コスト削減、リスク削減。これはどのようなプロジェクトでも基本的に企業はここを目指していると思います。これを実現するためのビジネス課題というのがこのようなものです。膨大なデータをどうやって集めてくるのか、データ統合。データを運用する膨大なコスト、これの削減。業務を効率化する、ビジネスユーザーからデータに対して問い合わせが来る。データが煩雑できれいじゃないんできれいにする。あらゆる業務ですね。またビジネススピードを向上すると。どこかの企業が何かをやった。我々はそれよりいつも遅い。こういったビジネススピードを常にマーケットで一番じゃないにしても今よりもスピーディーにすると。データを収益化する。当然データを集めてきて、莫大な知見が得られるわけなんですけれども、これを社内だけで使うんではなくて、企業としてはそのデータを類似のグループ企業に対して販売するサービスとしてですね、よくそれを、ごめんなさい、なんて言ったっけな。データブローカーサービスとかっていうんですけれども、そういったデータを使って収益化を求めるですとか、あとガバナンスを導入ですね、先ほど GDPR ってありましたけれども、個人情報のポリシーに従ったガバナンス、それから顧客満足度の向上と、こういったビジネス課題を解決するためにデジタルトランスフォーメーションをするんですと。で、このデジタルトランスフォーメーションをするためのデータの基盤が、この我弊社のようなタレントのデータ統合基盤になっていたりします。では皆様に質問でございます。4つあるんですけれども、皆さん普段お仕事で利用されているデータは、常にこれが正確で完全で最新なものであるという認識はございますでしょうか。2つ目ですね。1つのツールで全社のデータが閲覧可能な状況になっているでしょうか。3つ目ですが、利用しているデータの所有者、誰だかご存知でしょうか。または調べられますでしょうか。4つ目ですね。データ資産を参照監視管理。データ資産をですね、参照監視管理されていますでしょうか。誰がアクセスして、いつどのような変更を加えたかというですね、オーディットにも関わるようなところですね。このようなことが導入されておりますでしょうか。で、この答えのどれか一つでも NO の場合は、デジタルトランスフォーメーションに関わるデータプラットフォームというのはしっかりと構築されていないと我々は定義しています。では、ユニパーの導入ステップを具体的に見に行きたいと思います。まずですね、先ほどもちょっとご紹介しましたけれども、ユニパーは世界最大手の電力企業でございます。世界第3位ですね。創業100年、純利益で1000億円、世界40カ国でビジネスを展開している企業でございます。で彼らのビジネス課題はですね、まず迅速な意思決定が行えなかったということが大きな課題、発端になっています。それはデータを容易に入手できないからこそ迅速な意思決定が行えなかったと判断しました。背景としてですね、世界最大規模の電力会社として、例えば気温ですとか経済、政治、人口の変化、お客さんの思考、それから技術の動向の変化、あと需要と供給のバランス、これらが相互に影響し合う、非常に日々刻々とした変化、競争のあるこの市場でですね、トップをキープするには、迅速な意思決定というのはどうしても求められると。そんな中でそれが行えない、どうにかしないといけないというのが発端でございます。で、結果としてこのような効果が出ました。先ほど申し上げました。最後にまた表示しますので、こちらを先進めます。じゃあ、今現在どういう状況だったのかと。ユニパー社の中にも当然膨大なデータソース、データ管理ソース、ごめんなさい、データ管理ソフトウェア、データウェアハウス、ファイルシステムなどがあったわけですね。で、今左側にですね、データソースいくつか並んでいて、で、こう見るとある程度きれいに見えるんですけれども、この左側のデータソースですね、例えばトレーディングを1個取ってもシステム10以上ありまして、サプライチェーンも10以上、リスク管理も10以上。で、その他のデータっていうのがまたこれがすごくてですね、CSV、JSON、それからローデータ、あらゆるデータがいろんなところに点在してありました。で、これらの膨大なデータソース、種類も増えれば当然数も増えるんですね。それに対して全く対応ができておりませんでした。で、IT 部門においては、データのリクエストを日々ですね、ビジネス部門から受けるわけですね。こういったデータが欲しい、こういった切り口のデータが欲しいと、こういったトレンドがの、ごめんなさい、この地域のデータが欲しいですとか。ですると当然 IT 部門はですね、人海戦術でどんどんデータを取っていきますので、もうオーバーフローしてしまうと。で、何が起きるかというと、ビジネス部門はもう IT 部門に問い合わせなくなって、IT 部門は自分たちが取ってきたデータソースから引っこ抜いてきたデータを個別に自分の PC とか自部門のファイルサーバーに貯めていって、それをデータソースとして使うようになるんですね。そうすると、会社としてはサイロ化する。で、経営層が企業を横取り口で何かデータを見ようとしたときにも見れないというようなことになります。で、またですね、各ですね、事業部門から得られる報告書ベースで経営層の方は判断していたんですけれども、この報告書の作成も数週間からですね、多いと1ヶ月以上、長いとですね、かかると。当然、タイムリーに市場にディレクションを、なんていうんでしょう、タイムリーにビジネス判断ができないという課題に直面しておりました。で、最終的に彼らが基盤を、データ基盤として採用したのは、このテクノロジー、3つのテクノロジー、タレント、スノーフレーク、アジュールでした。で、じゃあ実際にですね、彼らはこのツールを導入して最初に何をやったのかと。一番最初ですね、データの現状把握です。彼らがまず実施したのは、そうですね、現状の把握で、特定のプロジェクトをまず対象に、データカタログにすべてのメタデータを登録して、シングルインターフェースでシステムの構成、データのリネージ、データの品質が参照できるようにしました。例えばですね、データをですね、取ってくるところというのは、ちょっとここではいろいろ手順はありましたけれども、取ってくるところまで構築できたと。で、カタログでですね、こういったシステム構成ですとか、データの汚さの点数ですとか、データがどこからどうつながっているのかのリネージですとか、こういったものを可視化させました。で、これをまずデータ技術者、データエンジニアの方が参照して、データの顧客データとマーケティングデータが汚いといった場合は、じゃあそのデータからクレンジングしましょうという、クレンジングを自動処理を行えるような、このデータのですね、クレンジング処理を作りました。でですね、自動でですね、すべてがクレンジングできればいいんですけれども、当然、誰か人に聞かないとわからないといったデータも中にはありました。こういったものは、データスチュワードにですね、自動処理できないものを出して、で、ここで手動で処理してもらうようなフローを作っております。で、ここでデータスチュワードが手作業で、データをクレンジングかけると、最終的にこの DWH であるスノーフレークや SQL のウェアハウスの方に、できれいなデータがどんどん溜まっていくということをまず、ファーストステップで行いました。で、このデータスチュワードの存在こそが、この次世代のデータ基盤で明確に過去と違う一つの要素になっています。次ですね、企業データが可視化されて、品質への理解が深まったら、データカタログを、企業内でですね、信頼できる、一元化されたデータインターフェースとしてビジネスユーザーに開放していきます。データカタログとデータ品質の活用をここで広めていきます。はい、こちらですね、ビジネスユーザーであったり、データサイエンティストだったり、アナリスト、データのオーナー、彼らはデータカタログを通じてソーシャルネットワーク的にですね、使っていって、お互いに知見を深めていくことができます。データカタログを中心にデータの信頼度が高いとか低いとかきれいとか汚いとか、このデータ追加してほしいとか、SNS 的な活動でデータの活用を拡大していって、データが汚かった場合ですとか、データをこれ足りないんで追加してほしいといった場合は、これをリクエストをまたデータスチュワードに上げていきます。で、データスチュワードはこの要求に沿った、レスポンスをするわけですね。データをクレンジングするですとか、データを追加するといったことをしていきます。で、データスチュワードはですね、管理者によって管理されていきます。品質ですとか進捗といったものを管理者がモニターしていく必要がございます。これによって安全なデータ更新プロセスというのが確立されていきます。基本的なデータクレンジング作業というのはデータ品質の自動処理によって実施されるので、データスチュワードに回ってくる自動化できないものっていうのは意外にですね、このスチュワードが全て簡単に分かるわけではなくて、自分の所属する部門ですとか、メンバーですとか、そういったところにヒアリングする、または過去のデータを参照して、これが正しいのかどうかを確認するといったことも必要になってきます。ですので、進捗がちゃんといっているのかっていうのを管理者がモニターしておくという必要がございます。ここまでで、あるプロジェクトにおいては一元化されてきています。で、可視化され、活用されて、整理されていくことがここで分かってきました。最終段階では、手作業を自動化していくと。自動化することで、持続的でスケーラブルな仕組みを構築していくことができます。そして、人だけではなくて、アプリケーションにデータを配信できるようにすることで、人へもアプリケーションへも新しいデータが展開されていくという全社規模での活用が広がっていきます。これまでですね、手作業で実施していたデータスチュワードの手続きというのは、教師データとしてタレントの機械学習に読み込ますことができます。すると、自動化処理がどんどん高度化していって、同じことがですね、次からは起きないような仕組みを作っていくことができます。ですので、データソースが増えたり、データ量が増大しても、企業としては持続的なデータ品質の確保というのがここで可能になってきます。またですね、マーケティング部門、営業部門、事業部門などで、タブローなどの BI で分析しているユーザーがいますと。で、彼らが自分なりにラストワンマイルのクレンジング処理っていうのを、このタレントデータプリパレーションというのがあるんですけれども、データプリパレーションでクレンジングできます。例えば、ヌルを埋めるとか、テーブル間で異なる定義のデータ、例えばこっちのテーブルは男女って書いてあるんだけれども、こっちのテーブルは1、0、こっちのテーブルは A、B なんていうのを置換して揃えていくっていう作業、こういったものの手順も、自動処理に組み込んでいってですね、次からビジネスユーザーに同じようなデータで同じようなクレンジング処理をさせない、どんどんこの自動化処理にですね、手作業を集めていくっていうことができます。こちらが自動化になります。最後にですね、DWH やデータマートに蓄積されたきれいなデータを、マスターデータとか、そういったデータですね、を各部門で利用しているアプリケーションにプッシュ配信していくということで、データは全企業で常に最新で高品質なものをリアルタイムに扱える状況になります。これらを踏まえて、ユニパーでは最終的には、データ基盤構築というのをこのように構築させることができました。ただ、これも彼らとしてはまだ構築途上でして、まだまだ課題はございます。ここまでですね、スルスルと進んでいるように見えるんですけれども、実際には、いくつもの課題がありました。で、大きな彼らが直面した課題、3つ挙げたいと思います。1つ目がですね、やはり、新しいことについていけない社員というのは多かったというところですね。で、変化が、いい変化なんですけれども、いいにしろ悪いにしろ変化というのは、一時的に生産性を下げる場合があります。で、彼らの会社でも実際にそうでした。で、特にですね、社歴が長い人、意見が通る人ほど、彼らみたいに現場職人、職人みたいな人が多いところではですね、IT 基盤の変更って生産性を低下するものに他ならないわけですね。で、彼らのそういった、ここに古い社員ほど抵抗勢力とあるんですが、必ずしも古いわけではないんですが、現場で手に職を持っている人なんかは、毎回、今まで何十年と使っていたシステムが変わるということは非常に嬉しくないことなんですね。で、こういったことがありました。で、2番目、マイグレーションですね。新規は楽、公開は地獄って書いてあるんですけども、スノーフレークの導入ですとか、Azure クラウドを構築して、そこに新しいプラットフォームを構築するっていうのは、非常に早くできました。ものすごく早く構築できました。で、業務アプリはこれまで手組みで構築された連携ジョブなんかを新しい仕組みに置き換えるというのは非常に大きな工数がかかっています。まだ終わっていないらしいです。で、業務自体はですね、お客様に対する業務、社内業務は絶対に停止してはならないので、ここを停止せずに新しい仕組みに全て置き換えていくっていうのが非常に大きな工数が予測されているところで、今も引き続きこれ実施中というところらしいです。で、3つ目ですね、最後に、洞察は個人に依存と書いてあるんですけれども、最後にですね、この分析結果を得たときに何をすべきかを決めるのは結局人になってきます。分析結果はあなたにですね、じゃあこうしなさいと。例えばこうしたら売り上げ上がります。こうしたら社員の生産性何%上がりますとは言ってくれないわけですね。データも言ってくれないし、分析結果も言ってくれませんと。で、また、すべての行動を ROI で測ることもなかなかできない。なので、分析結果から洞察を得て最終的なアクションをするには、やはりそこでずっと働いていたこの社員個々人が持つ、その人自身のインサイトも重要になってきていると。これがですね、3つの大きな課題でした。今後なんですけれども、今年度以降の計画ですね、まだまだ対象となるプロジェクトは山ほどありまして、企業全体の業務をこれからどんどん巻き込んでいくというのが彼らのミッションになっています。市場変動をですね、パラメーターに販売エネルギー、売電ですね、販売するエネルギーですね、やサービスの価格をリアルタイムに調整できる仕組みをこれから作り上げていくと。で、あと、カタログのクローリング、どんどん新しいソースをですね、自動でカタログに入れていくクローリングっていうところなんですけども、これを利用して、新たなデータを即座にカタログに反映させる仕組みを導入して、データカタログをモバイルの対応してですね、どこにいてもデータの状況が把握できるようにしていくと。データ連携の対象アプリを発電所で利用しているモバイルアプリにも拡大していくと。今、データ連携はですね、社内システム、データベースがメインなんですけれども、当然、モバイルアプリ、iOS のものもあれば、Android のものもあります。こういったところにもデータ連携を波及していくと。トレーディングと販売予測は、データ品質とリアルタイム性が高いからこそ、サイエンティストやアナリストが実現できることになっています。データの活用は社内だけではなくて、発電所設備のセンサー、データやトレーディングの変化などをデータ販売することで新たな収益源を作り出すことができますと。これがデータのマネタイズになっていますということですね。で、再びなんですけども、結果としてこのような効果を得られることができました。ちょっと時間も迫ってきてますので、ちょっとスキップして進めたいと思います。まず、導入のベストプラクティスのおさらいになります。これはタレンドが推奨しているベストプラクティスになります。イメージとして、御社のここに参加している皆さんの企業のデータを見たときに、あらゆるデータがこのようにですね、積み上げられていて、なおかつこうふわっと、私もですね、老眼なんでこう物を見るとき、裸眼で見るとこう見えるんですけども、どのようなデータがどうあるのかわからない、そのデータの意味しているところがわからないといったことって多いんじゃないでしょうか。でタレントでは、まず最初にデータの現状把握をしていただきます。ユニパーでもそうされていただきました、してます。データを取り込んで、データの品質を特定して、クレンジングする業務を委託するといったところが、まずはファーストステップになっています。次のステップにデータの品質の運用になります。データがみんなで見れて、みんなが汚いデータがここにあるよ、データをここに追加してほしいというのをビジネスユーザーも含めて、このスチュワードシップと連携していくというところです。で3つ目は、自動化、そしてデータを利用者に開放していくというところです。機械学習を使って手入力、誰か人が手で作業したものをそのまま何度も何度も手で作業させるのではなくて、自動化ツールに読み込まして、それを人の手でやったこともツール化していく。で誰もがクラウドアプリでですね、皆さん同じようなクラウドアプリで利用ができて、で API サービスでデータを配信していくことができる。このようなですね、ステップ1、2、3、データの現状把握、データ品質の運用、データを利用者へ開放していくという3つのステップで、タレントはこのデジタルトランスフォーメーションに向けたデータ基盤の構築というのを提唱させていただいております。具体的にはですね、こちら、タレントのホームページのリソースセンターというところがあるんですけれども、こちらのデータクオリティ徹底解説、データガバナンス徹底解説、クラウドデータウェアハウスとクラウドデータレイクの徹底解説と、こういったところを読んでいただければ、皆様が今、課題としているところ、ユニパーが実際に何をやったのかといったところをご理解いただけるかなと思います。非常にいい資料なので、ぜひですね、皆さん一応読んでみてください。結構ページ数あります。次がですね、これはダーマのディンボックの左側がディンボックのホイール、右側が運用に関する項目になっております。これらをタレントで当てはまると、大体こんな感じになりますというのがこのページになっています。左側のですね、左側じゃないです、ごめんなさい、このページの丸の T って書いてあるところはタレントでフルでカバーできております。三角で T って書いてあるのは一部対応していますというような形になります。ですので、T の丸がついていないところは、ディンボックの中でもタレントが対応できていない、対応していないところになります。右側のですね、組織に関してなんですが、これは基本的にはお客様の方でどういう組織体制、どういう役割をやって、どうやってチェンジマネジメントしていくのかというのを運用していただくんですけれども、アセスメントに関しては、タレントはデータガバナンスアセスメント、データマネジメントアセスメント、ダーマのディンボックに対するアセスメントというサービスを持っております。はい。このようになります。はい。で、最後ですね、お問い合わせ先、こちらになります。皆様、今のお話ですね、タレントとちょっと会話してみたいな、または資料が欲しい、情報が欲しいといった場合は、こちらまでお問い合わせいただければと思います。はい。以上が、タレントの、デジタルトランスフォーメーションに向けたデータ基盤の構築と実際の事例のご紹介でございました。ありがとうございます。